ラインメール青森背番号10番榊原圭吾です。ラインメール青森23番フォワード筑井匠です。それでは、バーツ対決をしていきます。じゃあ圭吾さん意気込みをどうぞ。匠後輩なんで絶対負けないように頑張りたいと思います。じゃあ僕は圭吾くん先輩なので、打ち負かします。じゃあやっていきましょう。それではチャレンジしていきたいと思います。それではいきます。1、2、3、よーい。5秒前。4、3、2、1。すごい、一本。よし、一本。セクサーあるよこれ。次は僕のチャレンジです。それではいきます。よーい。結果発表。結果は僕が2本で敬語1本です。まあ僕の勝ちということで、まあまあ難しかったですけど、まあまあ今日どうしよう。普段はやっぱり当てるというよりあのネットに入れることを意識してるのでちょっと難しかったですね。まあそうっすね。まあ試合だったらやっぱゴールを目指すので、そのゴールを次は見てほしいなと思います。こういう僕たちからホーム戦の告知があります。次のホームゲームは6月25日日曜日に角広グループアスレチックスタジアムで高知ユナイテッド FC との試合があります。皆さんぜひ足を運んで僕たちと一緒に戦ってください。よろしくお願いします。